の山、ずいぶん木が切られてるわ。一体何があったのかしら。これは製鉄にはつきものの伐採の跡。鉄を精錬するのに大量の薪がいるのです。鉄？はい、石よりももっと硬い金属です。鉄は普通山や石の中に埋もれているのが自然な形。それを取り出し、人間に都合の良いように作り変える。そのためには多くの山を崩し、森を切り広げなければならないのです。そんな、それはやめるわけにはいかないものなの？やめれば深く耕せる桑、たやすく木を倒せる斧、固く鋭い矢尻、そういったものは失われます。そうすれば田畑は広げられず、農作物も取れなくなり、狩りに出ても獲物を逃すばかり。飢えるもの、凍えるものが増え、人々の数は減るでしょう。それを良しとするのであれば。でもそのためにこんな景色が。ええ、あまりに寒々しい景色です。神々が怒りを覚えるのも当然なのかもしれません。神様が。金太郎、あなたは鏡作り部の里でどうして神々は怒っているのかと聞きましたね。ああ、これがその答えです。もともとこの瑞穂の国の民は穏やかで争い事を好まぬ平和に暮らす民でした。祖先の霊を敬い、八百万の自然と共に生きながら、しかしいつの頃からか人々は争いを始めるようになりました。野山を切り崩して鉄を作り、戦に明け暮れる。さらには祖先の霊を尊ぶ気持ちも忘れてしまった。だから八百万の神は怒っているのです。瑞穂の民すべてに。そうか、よくわかったよ、婆様。どうしようもないことなのかしら。黒金を取るために木々を。許せぬ。金太郎、あの人。誰か、誰か助けてくれ。大丈夫？一体何が。あいつら、断ったのに。てめえ、何逃げてんだ。話の途中だろうが。あいつは伊吹山の赤鬼と呼ばれるたたら場の棟梁葛城です。やはり。ちょっとあなた、なんでこんな乱暴なことするの。なんだてめえら、よそもんが口ばし突っ込んでんじゃねえぞ。よそ者も何もないわ。こんなこと見過ごせるわけないじゃない。上等だ、てめえらもボコボコにしてやれ。行くぜ、てめえら。おう。敵に高台を取られています。お気をつけて。
丈夫。ちょっとくらいの不利なんて構わず懲らしめてやるんだから。行きます。行きます。行くぞ。行きます。行くわ。やった。
行きます。はあ、うわ、力どっちだ。急いだ方が良さそうですね。さあ、かぐや様、鏡をこの男に。鏡を見せればいいのね。なんだ鏡、こんなクソ鏡ぶっ壊せ。なんでだ、俺はどうして、何だって、何もかもぶっ壊して村人を殴って、俺は大丈夫、大丈夫だから。これが鏡の力？はい、鏡を構える者の霊力により覗き込む者に正気を取り戻させる力です。これがどうお山を鎮める役に立つんだ。行かれる神々に正気を取り戻させることができます。かぐや様のように霊力の強い方なら相当の神々をも。花坂の婆様、カツラギ、正気に戻ったのですね。俺、一体、俺、乱暴なことばっか考えるようになってておかしい気はしてたんだが。荒御霊に疲れていたのです。あなたのせいとは言えないでしょう。すまねえ、散々世話になったのにあんなことは。なんて礼を言えばいいのか。お礼なら私ではなくそちらの方になさい。よろしくね、葛城。婆様、この姫様は富士の国女王月読様のご三女かぐや様です。かぐや様、女王様のご参上。ほう、本物のお姫様が俺のために。おお、姫様、俺の姫様、ありがとうございます。このご恩は一生、いや7回生まれ変わっても、いや何億万回生まれ変わっても忘れやせん。おお、かぐや様は今出雲への旅の道すがら、お前ならば土地勘もあるでしょう。案内と護衛を頼みたいのですが。お安い御用だ。出雲だろうが地の果てだろうが、どこへでもお供しやすぜ。手下どもだって俺がいなくなりゃせいせいするってなもんで、親類だってあるわけじゃあ。どうしたの？気がかりなことでもあるの？いや、実は大江山に俺みてえにおかしくなっちまった連れがいまして。
その人も正気を失ってるの？わかりやせん。ただどうしちまったのか、山で働いてる奴らを締め上げるようになっちまって。本当は心根の優しい奴なんですが。わかった。じゃあその人を助けてあげればいいのね。一緒に行きましょう、大江山へ。なんてありがてえ。俺の命、姫様にお預けいたしやす。そんなことはいいから、さ、大江山へ行きましょう。合点だぞ。